回はボーディングミュージックができた背景をお見せします。エアジャパンのボーディングミュージックは東京芸術大学との産学連携プロジェクトから生まれた作品です。東京芸術大学修士課程作曲専攻の冷水ノエルさんの作品が選ばれました。応募段階では冷水さんが打ち込みにより一人で作曲した音楽に命が吹き込まれた瞬間、それぞれの演奏家たちがプロフェッショナルな感性で違和感を調整し無機的な音楽を有機的に変えた瞬間です。この曲結構ピアノがリズムを刻んでいる、日本ならではの楽器と共演できるすごいいい機会だったので新鮮でした。とてもこの新しいプロジェクトにですね立ち会えてワクワクしております。また皆さんのこの新しい旅を、彩るそういうお手伝いができてとても嬉しく思っております。